競馬って結局のところ着差イコール強さだよな。うん、強さのバロメーターにはなるな。まあイコールは言い過ぎだが着差はかなり強さのパラメーターにはなる。少なくとも怪物は最低に馬身は離す。着差つくのは強さの証だと思うし見ててスカッとするから好きやわ。おおむね同意、後続バテたレースは例外だけど、それはそれで、バテないスタミナがあるという点でやっぱり強い馬ということになる。能力が高くても抜け出すと空を使って走るのを緩める馬もいる。相手ゴール前で刺すのもいるから着差が強さとは一概には言えない。着差以上の強さというワードほど信用ならないものはないな。着差といっても実際にレースを見ないと真の強さを計り知れないからな。名馬って大抵何馬身も突き放して圧勝してるレースあるよね。皐月賞は2馬身半差以上が名馬のラインやな。2馬身半差以上で勝てば怪我さえしなければほぼ小馬 G1 も勝てる。グレード制導入以降で皐月賞2馬身半差以上での勝ち馬。美穂のブルボンに冠馬菊花賞5勝引退。ディープインパクト3冠馬 GI 7勝。キャプテンプーレ皐月賞5勝劣化。ゴールドシップ2冠馬 GI 6勝。オルフェーブル3冠馬 GI 6勝。エフフォーリアアキテンアリマ GI 3勝。成田ブライアン3冠馬 GI 5勝。着差こそ正義。エフフォーリアは着差少なかったし怪物ではなかったよ当初から。ではキャプテンプーレが故障しなかったら、名馬になっていたということでいいんですね。故障劣化したキャプテンプーレ以外名馬ばっかやな。やっぱ着差って重要だわ。寿司トレインさんが何か言いたげにこっちを見てます。G1 を勝った数、レースでの強さ。G1 を4から5つも勝てるなら基礎能力が抜けていると思って間違いない。差はそれほどだが金亀とオルフェのダービーは圧勝と言っていい。シンボリクリス S 最強って結論が出てる。どこで言われてんの？あの世代でシンボリクリス S 最強に異を唱える人はいないだろう。あの世代の中でならだけど、引退レースで仕上げて、力の差を見せつけて引退。守護馬になるには箔つけた方が有利だからな。オルフェの有馬記念比較するとわかりやすい。実際には2011の方が強い勝ち方。どんな条件、状況下でも勝つ馬が最強だよ。着差つける馬は往々にしてポカも多い。着差つけないでポカしない馬って？そりゃシンボリルドルフだろ。条件不問こそ最強なんだけどね。バカな奴ほど着差笑いに惑わされる。結論的に G1 で大差勝ちの色落としが最強ってことか。障害と芝は違う。